ジャスカ入ろう。ジャスカ入っといて、オッケー。スキル1で、オッケー。ヤマトに当てていくぞ。スキル2ぶっぱらして、気絶させて、その後スキル2で、KO していけ。いく。スキル1、溜まったスキル 1! やっていけー！キッドの神社ーキッドローじゃない。ローキッドに名前変えてくれ、マジで。先生、まだルームが残ってるから、ここで、ヤマトを買っていけー。いいのあれで。オッケー、その後スキル1でやっていけー。スキル1で、ミドシャンをバンバンしていけー。こんにちは、ドラゴンアロの部室へようこそ。どうも皆さん、ドラゴンアロです。ということで、本日もバンティラッシュ楽しく遊んでいきたいと思うんですけども、皆さん、新超絶キャラクター、鬼ヶ島怪物決戦、キッド&ロー当てることができましたでしょうか。自分もね、無課金ダイヤ850個使って、キッド&ロー狙いに行ったんですけども、しっかり爆死していきまして、もうなんならね、キラーすら出ないでガチャ終了してしまいました。いやー、本当にね、当てたかったですね。てか、何より、今回のさ、キッド&ロー強くない？また。なんか今までのさ、最近だとヤマトだったりとか、ゾロ。なんか、環境を破壊するような超絶キャラっていうのは出てなかったじゃん、正直。まあ、オリンがちょっと破壊したっちゃ破壊したけど、それでもその後にさ、すぐに出された、カイドウだったり、ゾロだったり、ヤマトだったりで、調整されてきたんだけど、キッド&ロー強すぎないか、マジで。例えばまずスキルでさ、両方とも無敵スキルしっかり持ってるし、あ、特性だとローだったらね、やっぱりこの無敵ね、あ、無敵じゃねえか、状態上ね、無効化できるしね、体力 50% 以上だったら。いや、マジでこれ、しかも今回のローは回復性能ついてるからね、自身の。しかもキッドだったら旗取り性能にめちゃめちゃ優れてて、硬くなって、防御力上がる、さらに、この自分が音からダッシュしてる時、夜気でダウンしなくなると。いや、これマジで強いよな、本当に。ということで、この超絶キャラ、当てることができなかったんですけども、使いたい！めちゃめちゃ使いたい！というか、使ってる気分になりたいというふうに思ったわけですよ。そして、キッド&ローを使っている気分になれるキャラ、発見いたしました。ということで、今回はこちらのキャラを使っていきたいと思います。赤手か、フェスゲン、鬼ヶ島ジュリー、トラファルガーローを使っていきたいと思います。はい、さっきの画面でね、キッド&ロー、ずっとローを映していた理由がこちらです。マジで似てるっていうか、もう似すぎ！もうね、キッドは、じきじきの身が覚醒して、いろんなね、金属が体についちゃってるので、もう容姿が全く違うんですけども、キッドと違って、ローは、服は一緒！もうね、ルームを持ってるから持ってないだけなんですよ。多分ね、走り姿マジで変わらんと思う。ということで、今回こちらのローを使って、キッド&ロー使っている気分になっていきたいと思います。そして、使っていくメダルはこちら、アンコロメダル、そして、ワタツミメダル、そして、ゾゾメダルということで、巨人タグで揃っているんですけども、何よりですね、こちらのアンコロメダルと、そして、はい、ワタツミメダルの相性が良くてですね、スキル2のクールタイムを自分チームのお互いエリアにいる時に短縮するんですけども、スキル2で気絶状態の敵に攻撃した時、当たるダメージが 5% 増加するということで、スキル2のね、クールタイム短縮して、敵に 100% で気絶を与えて、攻撃めちゃめちゃ、火力のあるね、攻撃繰り出していくというような形でございます。ゾゾメダルの方はね、めちゃめちゃ強い特性。自分がお互いをダッシュした時に、体力が 5% 回復する、そのような特性を持っております。ということでね、早速、リーグ戦の方に行っていきましょう。リーグ戦に、レッツゴー。はい、ということでね、早速1試合目やっていきたいと思うんですけども、皆さん、お相手さんのキャラ見てください。キッドロー対策である、ミドシャンが来てくれました。いや、マジでね、企画の趣旨に合ったキャラが来ましたということで、これね、ミドシャン対面したいですね。ただ、ちょっと来てんのはユメルフィとヤマトで、あー、これ D 旗行っちゃったね。やっぱそうだね、D 旗行っちゃったから、じゃあしょうがない。ヤマトととりあえず対面しとくか。オッケー、ちょ、待って。ヤマ、うわー、ちょ、待って。いつのユメルフィ来てる。ちょ、気絶させる。やべ、スキルに当たってない。当たらない。ジャスカされちゃった。やばい、ちょ、待って。あー、これジャスカ入ろう。ジャスカ入っといて、オッケー。スキル1で、オッケー、ヤマトに当てていくと。オッケー、これで回復不能がね、多分延長されたと思うんで、これヤマトやれるんじゃないかな。ヤマト対面していきましょう。じゃあヤマト確実にキルしていきたいね。オーケーさんゲームもね、よし、じゃあこれもジャスカイしといて。なんで。はい、ということで、ユミルフィは絶対に許しません。このままやっていきます。スキル2ぶっぱらして、気絶させて、その後スキル2で KO していけ。ということで、もう同盟は終わりです。麦わらや最悪だお前は、もうこれですね。はい、ということで、シガさん握っていこうかな。ジェシカタ握っていきましょう。おっと、来てるね。これ、ジャスカイしといて。ちょ、待って、ジャスカイだろ、今の。今のジャスカイじゃない？さすがに。あー、キング来るね。多分、すぐ爆発するから、ちょ、待って、やらかした！すげえ爆発するという読みが外れた。まあ、しゃあないね。これも切り替えていきましょう。じゃ、スキルに溜まっているということで、スキルに打っといて、気絶してる。オッケー。あー、めっちゃ、1、残り1。あぶね、キャラ特性発動していきの。ジャスカイ入っといて。オッケー。いける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 。スキル1、溜まったスキル1。やっていけー！キッドの神社ー！
キッドローじゃない、ローキッドに名前変えてくれマジで。なんでさ、キッドロー結構なんかさ、キッドの方が強いみたいなこと言われてるけどさ、ローの方も全然強いよねマジで。全然ローの方が強いと思うんだけど、それを証明していきましょう、このまま。うわ、待って、相手、お相手さんさ、キッドの裏ローなんだけど。いや、これちょっと、いいね、お相手さん好きだわこれ。ちょ、待って、やめて。あー、これスキル1で耐える、スキル11で耐える、耐える1、キャラ特性でスキル1じゃなくて、体力1で耐えていくということで、ちょっと待って、これ、待って、怖い、受け、スキル1でやっていく、スキル1でやっていくということで、ちょっと、あぶれ、またスキル、またキャラ特性で HP1 で耐えていくということで、マジでスキル、待って、キャラ特性強くない？やっぱ、なんか、ルーム、スキル2のとさ、キャラ特性の相性良すぎだろ、これ、ほんとに。待って、これどうしよっか。これスキルに打っておいて、の、OK、気づいてない？気づいてないよね。OK、3件、ヤマトダウンしていく。これ一回外れて、いなくなったと思わせて、まだルームが残ってるから、ここで、ヤマトを買っていく！ヤマトやっていく！マジで！ちょっと待って、普通に強いんだけど、やっぱ強いわ、こいつ。ほんとに。やっぱ強いよ、鬼の。マジで強い。よいよいよ、ブースト来たね。スキル1ぶっ放していきの、オッケー、3件、うまく助けされたか。うわ、いってー、マジか。いやー、でも勝ったでしょ。さすがに勝って、勝利していくということで、3件、スコア5970ということで、3キルかな。マジで強いね、鬼の、ほんとに。ではね、1試合目勝利できたので、早速、2試合目行っていきましょう。はい、ということでね、2試合目やっていきたいと思うんですけども、皆さん、今回も、キャラに恵まれました。皆さん1番さん見てください。ミドちゃんが来ているということで、さっきの試合はね、ミドちゃんと戦うことができなかったので、まあそれでもね、鬼狼の強さは証明できたと思うんですけども、今回はね、鬼狼でミドちゃんぶっ倒して無敵感味わいたいと思います。しかもね、今回はね、味方にね、キッドローが2体2人もねいるので、しかも両方ともキッドということで、もうね、今回ここでキッドローを守って活躍して、ローはね、キッドの前座じゃねえんだぞっていうのをね、証明したいと思います。いやー、マジでね、本当にアニメもかっこよかったのね、ビッグマム戦ね、本当に演出がすごかった。やばい、ちょっと待って、あー、ブルーびっくりした。赤い火使っちゃった、ちょっとこれやばいな。いやー、やらかした。しかもスキル1使っちゃった、とっさに焦っちゃった今。いやー、良くない癖が出た俺の。ちょっとね、これでもスキル1使っちゃったけど、スキルに残ってるからルームでやってって、オッケー、サンキュー、いけるいけるいける、オッケー、とりあえずヤマト、うわー、でかい、今のでかい、スキル消したのはでかいね、マジで。いや、でも全然ルーム残ってるし、ちょっと待って、何今の、ダウン中なんですけど、今の、何今の、え、待って、ウタこいつ何なん、マジで、ちょっと待って、あー、マジか、スキル、いやー、今、シールド割れなかったか、割れないか、今のシールド。てか待って、今の何なの、本当にダウン中にさ、吹っ飛ばされるやつ。なんか最近あるよね、最近さ、なんかダウンしてさ、無敵のさ、シールドみたいなのついてるのにさ、吹っ飛ばされたらさ、そのままダメージ食らうみたいな、あれバグじゃないよね、ずっとな、そういう仕様になったの。あの仕様嫌なんだけど、俺だけ？なんかみんないいの、あれで。オッケー、そのままスキル1でやっていく、歌やっていく、いって、うわ、マジかよ、ちょっと、うわ、待って、無敵、さすがにすぐ来ないだろ、シャンクスの。あのミドちゃんだけは絶対倒す。マジで倒す。いや、まあ、いるね。まだいるね。まだいるよ。オッケー。ちょ、回避使った。回避使った。スキル1でミドちゃんをバンバンしていけ。ガチで強い。これが鬼狼の強さ。見た今の。いや、これよ、これ。これが鬼狼よ。待って、キラー来てるね。これ、ジャスカ入ろうか。鬼狼で、これ、旗で、オッケー、ジャスカしていきの、スキルにぶっ放していきの、あ、ジャスカされると。いや、まあまあ、ジャスカ試合攻撃ですよ、これは今のは。あ、攻撃ってないや。おい、頼む、こっち来い、カイド、こっち来い、カイド、こっち来い、オッケー、いける、回避使った、回避使った、オッケー、ダウンするまで、こっちはダウンしないけど、ダウンしていく。あ、もうこれ、勝ったわ。これ、カイドもやりました。もうマジで強すぎる。ちょ、待って、あ、飛ばれたわ。いやー、ちょ、待って、じゃあ、これ、とりあえず、B 旗握るけど、キング、こっち来ないね。いや、マジで強いぞ、本当に、鬼狼。てか、ちょっと待って、チームやばくないか。残り30秒、ちょっとまずいな。いや、マジか。でも、スキル1、スキル両方溜まってるぞ、こっち、別に。オッケー、吹っ飛んでね。いや、じゃあ、とりあえず B 旗守るわ、俺は。あー、でも、どうしよう。ちょっと C 旗行きたい気持ち。ごめん、マジで。やらかした、それは。マジか、ごめん。マジでごめん、みんな。ちょっと待って、これ、マジでやばいかもしれない。マジでやばい。くわー。